どうもさです。今回は個人的に2023年夏アニメ曜日別の感想を語っていきたいなと思います。対象作品は9月10日月曜日から9月13日水曜日までに放送されていて、私が視聴している作品となっております。個人的な感想なんで、ぜひ皆様のご意見もお聞かせくださいということで、早速日曜日からお話ししてまいります。一つ目、広がるスカイプリキュア32話ということで、いや皆さん気づいてました？31話を見た段階で、あのキュアマジェスティがエルちゃんだっただなんてっていうね、みたいな、エルちゃんだったのってね、まあそんなびっくりすることはなく、まあ31話の時点から分かっていたことではありますし、あの冒頭で明かすっていうのはちょっとびっくりしまして、エルみたいな、なんかエルちゃん怖いやんと思いながらね、見ておりましたけども、まあそのキュアマジェスティがね、まあエルちゃんだったと。で、変身バンクも今回ありましたけども、いやなんか、お貴族みたいな、ね、あの、ソラちゃんとかさ、マシロちゃんとかね、まあ可愛らしい元気でとか、ちょっとエロティックみたいなとこあるんですけど、エルちゃんはもう、貴族みたいな、なんか、大人のレディーみたいな、なんかそういうですね、美しさがあるね、あの、変身バッグだったなと思いまして、まあ、非常に素晴らしかったなというところでございます。まあ、そのエルちゃんね、ずっとこう、プリキュアになろうとするんですけど、なかなかなれないっていう、ところでですね、いろいろと頑張っていくんですけども、まあ、最終的に自分のミラージュペンをこう、手に入れることによってですね、変身していく。それをね、ちゃんとアゲハは分かっていて、それの流れをね、作っていったっていうところはね、素晴らしかったんじゃないかなと思った次第でございました。そして最後ね、不穏やったんよ。めちゃくちゃ不穏で、なんかそう、真っ白ちゃんだけが、ちょっとその気がかりというかね、いや、ほんまにエルちゃんに戦わせてええんかなみたいな感じになってましたから、それをこう、次回どういう風に回収していくのかって、ここはもう親子の絆なんでね、楽しみだなと思ってる次第でございます。二つ目。青のオーケストラ20話ということで、まあ、それぞれのですね、夏の過ごし方があるっていう、まあ、そういうお話だったのかなって思うんですよ。まあ、花火大会行ってね、わー言うて、まあ、あれがザ・夏みたいなね、あの、青野くんとかはね、過ごし方やと思いますけども、そうではなくて、遠くからこう、花火を見つめてね、で、明るいうちはもう楽器の演奏をしているっていう、それも夏なんだっていう、人それぞれの夏があって、まあ素敵ですよねってお話があった中でですね、青野くんたちがですね、まあいろいろと変わっていってるんですよね。で、それは変わらないものがあるから変わっていってるっていうのもあるし、今までの積み重ねがあるからこそ変わっていけるんだっていうところは、まあ非常に王道ではあるんですけども、素敵なものがあったかなと思った次第でございました。もうほんま青春。もうほんまに青春、素晴らしいなと、もう普通に単純に思える20話でございましたし、私も早く、青野くんと、あきねちゃん、付き合ってくれと思っている次第でございます。まあこれほんまは8月に放送したかったんだと思うんですけど、まあ甲子園なんかがあってね、3週間延期して結局9月になっちゃったんですけどね、そこは残念だなと思いますけども、お話自体はまあ素晴らしかったんじゃないかなと、面白かったと思いました。次3つ目。現実のヨハネ11話ということで、もうライラプスがさ、永遠に不憫や。なんであんなさ、不幸な目に遭わなあかんの？ライラプスは何もしないのに、ずーっとヨハネのことをさ、近くで応援してるだけのライラプスが、なんであんな不憫なことならなあかんねんと思って。私はほんまに、ライラプスが幸せになってほしいわ。多分消えるんかもわからん。最終回でさ、ライラプス消えるか喋らんくなるかわからんけど、なんかそんな感じになると思うけど、ライラプスよ、幸せになってくださいと。心の底から思ってる試合でございます。まあ、この11話でね、私いいなと思ったのは、まあ、永遠にヨハネがいじけていたわけじゃないですか。もう私口なんて、みたいな。なんかそんな感じだったんですけど、そこでね、なんか靴脱いでいじけてるっていう、なんかベッドの上で横になってるみたいなシーンがあったんですけども、他のみんなの絆のおかげで立ち直れました、みたいな時は、裸足で踊ってるっていうところの、その裸足つながりで、ヨハネの気持ちを変えていったというのは、まあ、見せ方としては良かったんじゃないかなと思いますし、まあ、結局、アクアのリーダーチカちゃんだよねっていうところをね、強く感じる11話でございました。とにかくライラプスよ、幸せになってください。次4つ目、英雄教室10話ということで、いやストレートにいい話でしたね。マジでもう泣いたもんね。なんか英雄教室でまさかね、2回も泣かされるとはっていうね、8話でも泣きましたけども、あの10話でもね泣いたということで、なんか最初はもう相変わらずしょうもないなと思いながらね、英雄教室見てたんですよ。なんかあのグブレイドが誕生日やということで、カレー作ろうみたいな感じで、なんか弱からサバイバルし始めるみたいなねあのめっちゃ凝ってるじゃないですか、服まで準備してみたいな超絶凝ったサバイバルをして、まあカツカレーを作るみたいな話だったんですよね。でブレイドっていうの
は今まで一回も誕生日を祝われたことがなかったんですよ。で、生まれた時からずっともう死ぬか生きるかみたいな、死にたくないんやったら強くならなあかんしっていうところで、もう勇者としてずっと生きていたわけでございますけど、もう今回の10話のまあ最後のシーンですよね。誕生日を祝われたことによってブレイドって本当の人間になったんですよ。勇者とかそんなんじゃなくて、人間になった。だから、初めての、バースデーみたいな感じになっていくって、これほんまドストレートに、はい、ドストレートに感動できましたので、いい話だったなと思った次第でございました。次5つ目、死神坊ちゃんと黒メイド22話ということでですね。まあ、学校へ行くというところでね、学園編が始まるらしいんですけども、あとこれ2話ぐらいしかないと思うんでね、あ、これ2期で終わらんねやと、早く3期やってくれませんかね、と思いながらね、見ていたわけでございました。まあ、アリスのね、感情がまあとにかく膨れ上がってると、まあ月が大きいねみたいな坊ちゃん言ってましたけども、まああの月ぐらい坊ちゃんへの気持ちがね、アリスの中でまあ窓越しにですか、キスしましたから、まあどん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 膨れ上がってるんだなというところでね、アリス可愛いなと思いながら視聴しておりました。6つ目、無職転生2期10話ということで、まあ、安定してね、面白いというところがあるんですけども、今回アバンですよね。シルフィのモノローグがね、あったかと思うんですよ。まあ、前回ね、七星と、ルディがね、会いまして、まあ、シルフィ的にはね、ええ感じに見えるわけでございますよ。なんか、同郷とかも言われたりとかして、で、二人にしかわからん言語があって、疎外感をね、感じておりますから、七星とルディって距離近いんじゃないかな、みたいな言ってるんですけど、全く近くないっていうところを、まあ、今回の10話ではやっていたと思うんですよね。で、今回のルディっていろんなキャラクターと接していたと思うんですよね。まあ、それこそ七星とも接してましたし、エリーナ・リーゼと付き合ってる男ともなんかクラスでね、お話ししてましたし、今回久しぶりにゾルダートがね、現れたっていうところで、まあ、いろんなキャラクターと接していたんですけども、距離近いんですよね。座ってる席が隣みたいな感じで、基本的に近いんですけど、じゃあ七星の時はどうかっていうと、えらい遠いんですよ。で、人間ってパーソナルスペースみたいなのあるじゃないですか。まあ、これぐらいの距離感、まあ、他人はもうここまでしか近づけませんと。で、知り合いはこんぐらいで、友達やったらこんぐらいで、家族とかやったらもうめっちゃ近くてもいいよと、触れてもいいんですよ。だからそのパーソナルスペースってあるんですけど、それを考えていくと、やっぱ七星ってもう一番距離遠いよねっていう、心の距離めちゃくちゃ遠いよねっていうところ、でもシルフィは勘違いしてますよねっていう、そこの切なさみたいなところも、やっぱその一発でね、見た目で分かっていくっていうのが、やっぱこのアニメの良さだなと思いながら視聴していたわけでございます。ほんで、そんなシルフィとルディの関係なんですけど、まあ、なんか今回ですね、ルディが、なんか市場かどっかわー言うて歩いてるときに、なんかシルフィと護衛の男ですね、二人いるってところを目撃するんですよ。で、ルディっていうのは、まあ、シルフィとね、結構話してなかったらしいんですけども、話しかけに行くと、まあ、せっかくすれ違うっていうところでね、挨拶しに行くんですけど、無視されるんですよね。で、そこでめっちゃショックを受けていくっていうところなんですけど、これめちゃくちゃ面白いなと思ってて、前半ぐらいのところですね、ルディが恐れられているっていうシーンがあったかと思うんですよね。で、周りに今いろいろと言われてるんでしょうけど、そんな気にしてないんですよ、ルディの中では。なんですけど、シルフィだとめちゃくちゃショック受けていくっていうところも、あ、ルディの中でシルフィってめちゃくちゃ大切なんだなっていうところがね、一発で分かっていくっていう話でございますし、そのなんか無視されたみたいなところをですね、ルディなりにその推理していくんです。あれ、アリエルが変装してるだけなんちゃうのって、まあいろんな理由からね、紐付けていって、まあ推理していって、まあ多分あれ合ってるっていう話で、あれはアリエルだと思うんですけれども、推理って心理学的に言うと防衛規制の合理化だと思うんですよ。自分を、まあ、傷つけたくないがゆえにですね、それっぽい理由をつけるっていうのが、まあ、合理化なんですけども、それをやって自分を傷つけないようにしてるっていうところの、やっぱルディの弱さみたいなところも見えてくるっていうところで、まあ、非常に面白いなって思うんですよね。で、まあ、覆いかぶさりまして、久しぶりにシルフィンに会って覆いかぶさって、まあそこが立つみたいなね、そんな感じで、まあ、10話って終わっていったんですけども、ここでやっぱすれ違ってるのは、シルフィは相変わらずね、勇気出せなくて一歩踏み出せないですし、ルディって思う、気づいたんですよね、男じゃないと、女やって気づいたんですけど、シルフィのためを思ってね、言わないという選択を取ろうとするわけでございますよ。まあ、この ED もまあいつか治るだろうなみたいな感じで、焦らずにやっていこうみたいな感じで、ルディもルディで踏みとどまっちゃってるっていう話なんで、もう一向に近づけないんですよ。ここをもう近づくためにはシルフィから行くしかないっていう。で、第9話の最後のシーンですよ。二人がね、歩いていて距離が離れていって
ってみたいな。で、シルフィが話しかけて、ルディ呼び止めて走っていって、シルフィがルディの横に追いつきましたみたいなシーンがあったんで、もうやっぱもうシルフィからルディに歩み寄っていくしかないんやと。もう走るぐらいの勢いでルディにアタックせんとこの恋は結ばれないんだろうなっていうところをやっぱ10話を見ても改めて思いましたので、まあシルフィがね、アタックする瞬間、おそらくワンクールのうちにね、やってくれると思うので、楽しみだなと思ってる試合でございます。とにかく、ジュリちゃんが可愛かったんで大満足です。はい、次7つ目、ダークギャザリング10話ということで、まあ話の目的がですね、はっきりしてきてきたんで、まあ2クール目はね、もっと、面白くなるだろうなというところで期待値が上がる回だったなって思うんですけども、まあそんな中でもまあケイタロウと弥生ちゃんがですね本当のコンビになっていくっていうね、二血しながらね、もう顔見えないからその弥生ちゃんが本音をぶちまけていくっていうところはですね、まあ夕日に照らされてるっていうところもあって、まあ非常にしんみりするですね、心にしみるいいシーンだったんじゃないかなと思いましたってことで、以上で日曜日終わります。次、月曜日です。2つ目、レベル1魔王とワンルーム勇者11話ということで、良かったのは1点だけで、マックスが土下座して謝ったっていう、これだけなんですよね。で、まあ、究極の話ね、そんな簡単な話じゃないんですけど、なぜこの世から争いがなくならないかっていうと、ごめんなさいって言えないからだと思うんですよ。戦争がなくならないのも、ごめんなさいって言わないから、どっちかが絶対悪いんよ。どっちかが悪いのになんか意地張りまくってごめんなさいって言わないから争いってなくならないんだと思うんですけど、今回は勇者であるマックスがごめんなさいってこう土下座したんですよ。これは非常に素晴らしかったんじゃないかと思うので、この一点だけね、この一点だけは良かったんじゃないかなと思った次第でございました。謝るマックスかっこよかったなと思います。続き2つ目、マサムネくんのリベンジリターン11話ということで、おもろいわ。もう、まあ、サムネくんのリベンジはもう後半ずーっと面白いわけでございますけども、まあ、今回ですね、まあ、3人に分けてね、お話ししていきたいなと思っていて、まず、あだがきね。あだがきが今回、小祝の背中を押していったっていうね、ところがございまして、まあ、今まではもうずーっと縛り付けていってしまったんですよ。小祝が、その、まさむねのことをね、好きやって気づいていたんですけども、やっぱ小祝はね、その、あだがきのために使えているわけでございますから、気持ちを抑えていたと。でも、そんな必要はないんやっていうね、ところで、こう、背中を押していって、まさむねのところにこう、向かわせるっていう、あの、切なさね。過去のまさサムネを拾ったあだがきが今のマサムネを好きな小祝を押していくんですよ。いや、めちゃくちゃ切ないじゃないですか。でもあだがきは絶対今のマサムネも好きなんですよね。で、なんかさまってもうつけなくていいからって言ってる時に街灯がパッてつくんですけど、まあ、あれはいろんな解釈できると思うんですけど、私はあだがきの中ではまだマサムネというものがまあ灯ってるんじゃないかなっていう、そこを感じたりもしましたので、まああだがき切ないなぁと、自分の気持ちを押し殺して、今まで小祝がね、押し殺していたとはいえ、そのあだがきもね、押し殺さないといけないのかなとか思いつつもですね、非常に切ないなと思いながら視聴しておりました。次、小祝ね。もう小祝がもう11話の主人公だったと思うんですけど、もう最後なんてね、思いっきり抱きついてキスして、みたいな、ふぅーみたいな、小祝みたいなね。気持ちになったんですけど、その小祝がですね、そのあだがきに背中を押されたわけでございますから、長野かなに向かうっていうところだったんですよ。で、東京駅だと思うんですけども、東京駅ってやっぱ人いっぱいいるじゃないですか。でもあんなん帰宅ラッシュみたいな感じやと思うから、もう人混みなんですよ。そこをなんかこう、かき分けていったじゃないですか。通してよーって言いながらね、かき分けていく。で、あの時ってまだ小祝の中で気持ちの整理ってできてないんやと思うんですよ。だから、強引に前に進んでいってるっていう描写で、まあ、通してよーっていうシーンがあったと思うんですよ。で、その後、新幹線に乗って長野にファーってこう行くんですよ。で、その行ってる道中にいろいろとね、まあ考える時間がありますから、東京から長野ってまあ1時間半ぐらいですかね、あるんで、まあいろいろと考える時間がございますから、まあ考えると、で整理するってなって降りますよと、新幹線から降りますよって時は、駅の中ではね、もう無理やり通してよって言っていたあの小祝が、降ります、通してください。冷静に言葉言えてるっていうね、同じ通してくださいっていう言葉ではあるんですけども、もうこの二つだけで、あ、小岩の中で気持ちの整理でついたんだなっていうのが分かっていくっていうのも、まあ非常に良かったんじゃないかなと思うんですよ。っていう感じで、小岩の話ってめっちゃ良かったんですけど、気になったことが一点だけあって、で、これはもう面白い面白くないには、もう全く関係ないです。もうこんなもう本当に無駄話なんですけど、その小岩って今回東京から長野行ったわけじゃないですか。で、まあ北
北陸新幹線使ったんやと思うんですよね。で、東京長野間って北陸新幹線3つあるんですよ。輝き、白鷹、浅間、この3つあるんですけど、降りるときにサラリーマン横にいたでしょ。あいつらが降りなかったってことは、まあ、白鷹か輝きのどっちかなんです。浅間って長野までだから。でもサラリーマンが降りなかったってことは、あれその後もまあ運行してるってことなんで、まあ、白鷹か輝きなんですよね。で、あの時間帯、まあ、その学校帰りに行ってるから、まあ、6時とか7時とかにね、あれ乗ってると思うんですけども、あの時間帯の東京から金沢か、まあ、下りですよね。もうガラガラなんですよ、マジで。サラリーマンしか基本乗ってない。まあ、たまーになんか学生さんとか、まあ、サービス業で平日休みですみたいな、まあ、旅行しに来たんかなみたいな人はいらっしゃいますけども、ガラガラなの、マジでガラガラで。今回ね、小祝が乗った号車って10号車だったはずなんですよ。ってなると、あれ指定席なんですよ。輝きって全席指定席ですし、白鷹って1号車から4号車までが自由席で、それ以外もう全部指定席なんで、10号車は指定席なんですね。で、サラリーマン横にいたでしょ。で、あれ3列で、で、サラリーマンがいてって言って、サラリーマンってやっぱ会社から切符準備してもらってるから、もう事前にもう取ってるんですよ。事前に取ってあそこの席取ってるわけで、小祝いたら急遽行くことになってるから、事前にとかじゃなくて、あの日に取ってるの。あの日に急に取って、ガラガラなのに、絶対に北陸新幹線ってガラガラなのに、あえてね、サラリーマンが2人乗ってて、ちょっと唯一空いてた窓側の席を取ってるんですよ。おかしいのよ、おかしい。なんであんなことが起こるかっていうと、通してくださいって小祝に言わせるがゆえにあんなことになってるんですけども、これは誰も気にしないですよ。だって気にする必要ないところなんですけど、私めっちゃ北陸新幹線乗ってっから気になっちゃったよって、これは本当に無駄話でございましたっていうところで、小祝は素晴らしかったなと思います。そしてキスされた政宗ね。いや、政宗もさ、やっぱめちゃくちゃ良くて、まあ、落ち込んだわけでございますからね、おじいちゃん家ですかに行ってなんか修行みたいなことをね、していたわけでございますけども、チョコレート燃やしたじゃないですか。あだがきにあげようとしていたね、チョコレートを燃やして、わ、なんかチョコって燃やしても甘くないんでな、みたいな、なんかそんなことを言ってたんですけど、いや、あれもまた切ないなと思いながら見ていてですね、政宗って、ずーっとこう、あだがきに復讐するために頑張っていたわけじゃないですか。もう人生を燃やしていたわけですよ。うおーっつって燃えながらね、頑張っていて、で、いざ、あだがきと付き合って、で、振られてみたいな、あいつ燃え尽きたんですよ。で、燃え尽きた結果どうなったかっていうと、政宗の中に何も残らなかったっていうところなんですよね。幸せにもなれなかったっていうところで、あ、甘い匂いしないんだって、こう、しみじみしていくっていう政宗ね。まあ、非常に切ないなって思うわけでございます。で、まあ、修行していて、まあ、自分と見つめていたからかもわかりませんけども、その復讐に燃え始めている子供政宗となんか対話するみたいな、シーンがあった時に、政宗って気づくんですよね。やっぱ残ってるものあるわ、みたいな。頑張ったからこそ自分になんか残ってるわっていうことを気がついていく。これ自分で気がつくっていうのは、まあ、素晴らしいなっていうところがあって、まあ、今回猫と双葉がね、カラオケに行くシーンがあって、で、双葉が猫に対して、いや、なんか残ってるよ、みたいな。空っぽな女の子なんていないみたいなことを言ってたかと思うんですけども、で、猫をね、励ますみたいなシーンがあって、あれはやっぱ双葉だからこそ言えるというか、双葉も政宗に振られてるんですよ。めっちゃ序盤ですけど、めっちゃ振られてるんで、まあ、同じ男に振られた女だからこそ、まあ、言えるっていうのもあるんですけども、あのシーンがあったからこそ、まあ、政宗が自分でね、自ら、あ、自分にもなんか残ってるんだって気づけるって、あのシーンがよりよく見えるんだなって思いますし、燃やしたチョコレートのあれリボンですかね、だから残ってたんで、あ、燃え尽きてもやっぱ残ってるねっていうところをやっぱアニメでも見せているっていうのもいいなと思った次第でございました。で、まあ次回どうなるかというね、小祝にキスされましたから、いや、そのまま行くのかと、どうなんだいって話なんですけど、まあおそらく小祝って振られると思います。まあなんでかっていうと、やっぱその燃やしたチョコレートが残ってたわけでございます。リボンかなんかがね、あれはまあ政宗の中にまだ何か残ってるよっていう見せ方でもあると思うし、その政宗の中にあだがきへの気持ちがまだ残ってるよっていう未練があるよっていう見せ方でもあると思うんで、やっぱ気持ちはあだがきに向かってると思うんで、まあおそらく最終回はね、まああと1話でどうまとめるか分かりませんけれども、まああのあだがきと付き合って終わるんじゃないかなと思いまして、まあ11話めちゃくちゃ面白かったなと思いました。次3つ目、
物語23話ということで、まあ、相変わらずね、もう熱くなる展開目白押しというところでですね、くしげの復活もそうですし、まあ、婚礼ちょうどのバトルしっかりですね、でもめちゃくちゃ盛り上がるやんっていう話なんですよ。ただね、その、兵馬が頑張る理由がね、ボタンのために戦うっていう、もうそれしかない。それをもうこすりにこすって、だから兵馬が折れそうになったら、まあ、タチも立ち上がるみたいな。また、折れそうになったら立ち上がる。それを全部同じ理由でやるんで、ちょっともう何回もやりすぎかなとは思ったりもしてますね。ちなみに兵馬が戦ってる理由って、まあそのカラカサの復讐もあると思うし、ボタンのためっていうのもあると思うんですけど、自分みたいな思いを、誰にもしてほしくないから戦ってるっていうのもね、確か序盤の方でね、説明があったと思うんですけど、なんかそこもね、もっと前面に出していけばいいんじゃないかなと思いながら、23話視聴しておりました。次4つ目。新デュアリティノワール10話ということで、まあ、なんか、カナタがさ、もう、ライブ放送し始めたじゃないですか。で、なんか、トキオは過保護で、みたいな。で、この、なんか、両極端な要素をうまく絡めて、なんか、解決すんのかなと思ったら、別にそんなこともなくてさ、雑に終わったじゃないですか。なんか、トキオが重傷を負って、みたいな。なんや、それは、と。思いましたのでね。いや、どうなんだろうね。カナタも全然反省してないしね。トキオが重傷を負ったのに全く反省する素振りも見せないっていうところでね、ちょっと、ひどいかなと思いました。それでは次、5つ目。あやかしトライアングル10話ということで、まあ、白金が最後覚醒したのは激アツだなと思ったんで、まあ、11話楽しみだなと思ってる次第でございます。あと、一ノ瀬ちゃんの、その、恐怖を出す演技、よかったなと。思いました。次、6つ目。おかしな転生11話ということで、もうヤギのためだけに戦争に首突っ込むの、やめてもらっていいですか？もう民はたまったもんじゃないよ。おまじで。ヤギのために命張らなあかんのみたいな。いや、私やと思うけどね。何のために戦わなあかんねんみたいな。ヤギってなんやねんみたいな感じでなるんで、いや、ちょっとしょうもないなーって思いましたし、で、戦争に行ったら行ったで、えらいのんきやったじゃないですか。えらい本気なんかね、掛け合いしてるんで、戦争してますけど、みたいな。命かかってるんですけど、と思ってね。なんかその緊迫感みたいなものもないしな、っていうところで、まあ唯一いいのは、なんか黒描写だけはしっかりやってるってね。そこだけはいいかなと思いますけど、でもこの作品にそんなもん求めてねえしな、という気持ちで、謎でした。次、7つ目。夢見る男子は現実主義者11話ということで、まあ、今回ね、なんか学校案内みたいな回やったんですけど、その夏川を狙ってる男いるじゃないですか。あいつが、その中学生の前で夏川を口説き始めるっていうのはやめんかいと。中学生の前で夏川を口説くのはやめんかいと。思いながらね、まあ、主張していたんですけど、まあ、その夏川もね、自分の気持ちに今気づいていますから、その、ぐいぐい言ってるってね、佐城に対して、ぐいぐい言ってる。なんかもう付き合ってんちゃうかぐらいの勢いでなんか嫉妬して、みたいな感じで言ってるのは面白いなって思いますし、その佐々木さんもね、非常にいい働きをしているというか、すごくいいポジショニングで、こう夏川を刺激しているっていうのも面白いなってところなんですけど、この展開をもっと早く見たかったなっていうね。11話じゃなくて、なんか4、5話ぐらいでね、見られたらね、こんな悲惨な現状になってなかったのかもしれないなと思いながら視聴しておりました。ほんで最後なんか、LINE のやり取りのシーンで終わったかと思うんですけど、あんなややこしい LINE のやり取りなかなかないですよ。そう、基本的に、ああいう LINE のやり取りするときって、送信側って固定やと思うんですよ。送信側をね、固定したらわかりやすいので、そこもばらけさせたでしょ。誰がどれ言ってんのみたいな感じになってたからね、あんな見にくいことないぞと、逆にすごいなと。思いながら視聴していた11話でございました。ということで月曜日以上でございます。次、火曜日でございます。2つ目、好きな子がメガネを忘れた11話ということでね、まあ、今回も、まあ、相変わらず面白いなと思いながら視聴していたんですけれども、最初にめっちゃ言いたいんですけど、今回小村くんのお母さんがね、なんか小村くんに対して髪染めればとか、そのピアス開けないよみたいな、そういうことを言ってたじゃないですか。で、あれ見てた時に私、全く違和感なかったんですよ。あーふーんみたいな、まあそんなこともあるよなみたいな気持ちで見ていたんですけど、あれ結構バグってるらしくて、倫理観的にねバグってるみたいな、結構いろんな方がおっしゃってて、私何も思わんかったらマジで、なんでかっていうと私の親がそんな感じだからっていう話で、まあ私はねそんなことなかったけど、弟なんか小学生で髪染めてたからね、親が普通に茶髪にしてたみたいな、でそれで学校行かせてたみたいなこともあったし、なんかタトゥーシールみたいな
あるじゃないですか。あれもなんか貼らせるとか、めっちゃやってたから、まあなんかそんなもんかなみたいな感じで見てたら、結構倫理がバグってるってね、私の感覚がバグっているということが、分かった、11話だったわけでございますけども、まあ良かったなって思うのは、その門限を破る三重さんね、あそこがすごく良くてですね、三重さんって門限厳しいんですよ。6時っていうね、まあ割と早いなって思うんですけど、門限を破るとですね、なんと次の朝ココアが出ないっていうね、みたいな。ここは出ないなんて、やべえと思いながらね、まあ私は主張していたわけでございますけども、まあ文化祭の準備をね、やりたいと。まあ小村くんと一緒にいたいっていうね、理由なんですけど、門限破っちゃうんですよ。で、お母さんからこう、連絡が来てるっていうところで、まあ、焦って帰っていきまして、まあその怒られてるんだろうなというところに、まあなっていくわけでございますけど、そこで現れるのが小村くんということでですね、三重さんが遅れたのは、その自分が、その三重さんの靴を履き間違えたからや、みたいな言ったんですよね。これってまあ正直気持ち悪いじゃないですか。まあそんなことねえやろみたいな感じでキモって私は思うんですけど、でもこの作品の中ではそれってキモくなくて普通のことなんですよ。なんでかっていうと第1話なんですけども、その小村くんの靴を履き間違える三重さんっていうシーンがあったんですよ。まああの時はギャグみたいな感じだったんですけども、それが11話で生きてきて、まあそんなこともあるよねみたいな、逆にその履き間違い返しをやってくるっていうね、まあ別に履き間違えたわけじゃないけど、まあそういうことがあったさ、小村くんの大切な思い出があったからこそ、まあ今回ああいう風に助けられることができたっていうところは、まあ繋がりがあっていいなって思いましたし、ここでもう一個いいなって思ったのが、その小村くんが来た時に三重さんがお母さんに対して友達みたいな紹介をしたんですよ。そしたらその三重さんのお母さんがあーみたいな、なんかそんな反応をするんですけど、これって多分三重さんが日々小村くんの話をしてるんやと思うんですよね。だからこそあーみたいな反応したんじゃないかなって思うんで、まあそれぐらい三重さんの中で小村くんって大きい存在になってるんだろうなという、家族のね、みんなにもお話ししてしまうぐらいね、小村くんのことを考えていいんだなっていうところは非常に尊いなと思った次第でございました。ほんで後半は文化祭のシーンになっていくんですけど、小村くんって待ち針作ったんですね。めっちゃしょうもねえなと思いながら私見ておりましたけども、それをね、三重さんはめっちゃ凝視してるんですよ。で、なんかそんなね、しっかり見るもんじゃねえみたいな小村くんも言ってましたけど、なんであんな凝視するかって話なんですけど、小村くんも小村くんで文化祭を楽しんでるんですよ。文化祭ってこんな楽しかったっけみたいなことを言ってたんですけど、好きな人がいるから楽しいんですよね。マッチ割りなんてほんましょうもないと思うんですけども、小村くんが作ったから三重さんにとっては素敵なものに見えていくっていう、好きな人がいるからこそ普通の何気ない日常がね、素敵なものになってるっていう、だからお互いがお互いをね、大切に思ってるっていうところも、まあその文化祭、何気ない文化祭を通して分かってくるっていうのもいいなって思いますし、まあ抜け出した時ね、文化祭抜け出して二人っきりになった時に、その三重さんが小村くんに対してなんかお父さんみたいみたいなことを言うんですけど、その三重さんにとってお父さんってめちゃくちゃ大好きな存在で、まあ、めっちゃね、今までもお父さんの話出すし、まあ、今回のその門限に関してもお父さんがもう助け舟を出してくれたおかげでですね、まあ、助かったみたいなとこもあってですね、まあ、非常に大切な存在、そんな大切な存在と小村くんって同等なんだっていうところで、あ、ほんまに好きなんやなっていう、もう最上位で好きなんやなってこう分かっていくっていうところも良かったんじゃないかなと思いまして、最終回どうなるんだろうね、どうやって締めくくるかね、分からないんですけども、まあ楽しみにしたいなと思っている次第でございます。素晴らしかったなと思いました。次二つ目、ヘルク10話ということで、もうギャグ界で笑えないのが一番辛い、残念って思いました。終わります。ということで火曜日以上です。最後、水曜日でございます。1つ目、自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう11話ということで、まあ最終回へのつなぎの回やったんですけど、もうそれをね、盛り上げようとしていた心意気はね、やっぱ組んでいきたいなって私は思いまして、まあ良かったところなんて、まあ一個しかないんですけど、ゾンビですかみたいな子供。あそこ、まあ、切ないじゃないですか。な、ストレートに単純なお話ではあるし、めちゃくちゃ面白いかって言ったら別にそうでもないんですけども、そのゾンビの男の子がね、ハッコンとなんかもう触れ合ってたんですよ。で、ハッコンはジュースあげてみたいなことをね、していて、ちょっとずつハッコンの中でも、そのゾンビの子供は大切な存在になっていたんですよね。でも、周りのハンターからすれば、そのただのね、バケボンなんで、倒されてしまうと。ほんで、その倒されたゾンビ、子供のゾンビは何持ってたかっていうと、お金持ってたんですよ。なんでかっていうと、他の人たちがコイン入れてジュース買ってるのを見てたから、自分も真似しようと思ってコイン持ってきたって、倒された後のハッ
男の中の怒りみたいなものもやっぱ分かるところがあるので、まあ、そこら辺は良かったんじゃないかなと思った次第でございました。次2つ目、私の幸せな結婚11話ということで、まあ、アニメーションの部分はね、本当に素晴らしいなって思いますし、まあ、単体で動画投稿しておりますので、そちらを視聴していただければありがたいなと思うんですけど、やっぱその話の部分がなかなかね、盛り上がらないというか、アニメーションの素晴らしさに追いつくぐらいの面白さはないかなというところであるんで、まあ、次回最終回なんでね、まあ、盛り上がればいいなと思ってる次第でございます。次、3つ目、白聖女と黒牧師10話ということで、まあ、セシリアがね、まあ、本当に可愛いなぁと思いながら私視聴していたんですけど、まあ、そんな中でね、動画工房さんの意地をね、感じるシーンがあってですね、まあ、今回ローレンがね、なんかわけわからん人形を作ってないですか。で、あの人形のつなぎ目までしっかり描かれていたんですよ。そこはなんかもうさすが動画工房さんというか、まあ細かいところまで描いてるなっていうところがあって、まあ素晴らしい制作会社さんだなと思った次第でございました。次、4つ目、にえひめと獣の王22話ということで、まあ差別ってさ、やっぱなかなかなくならんなっていうところを感じる回だったかなって思うんですけど、今回ね、その王が変わったことによって、まあその瀬戸がね、まあ代行っていうかね、王になったっていうところで、階級制度みたいなものができてですね、まあ差別が起こっていくんですよね。こいつはここにおっていいけど、まあこいつらは、まあもう出てってくださいみたいな感じになっていくわけですよ。差別されていた奴ら、まあ助けられた奴がですね、サリフィを今度差別するみたいな。人間やから自分の子供に触らんといてみたいな感じやったんですよね。みたいな。今差別されていて、なんか悲しい気持ちになってんのに、お前気持ちわかんのにサリフィを差別するんかいっていう、そういうことがあるからお前なくならんのやぞというね、まあ非常にまあ考えさせられる内容だったのかなと思った次第でございました。あの母親がね、まあおそらく最終回とかでね、なんか行動を起こすんじゃないかなって思うんで、まあ非常に楽しみだなと思ってるんですけど、ほんでまあ今回の22話も非常に素晴らしいセリフのオンパレードといいますか、まあサリフィが、王に言った、自分を逃げるための理由に使うなっていうところもまあいいなって思いますし、まあ心配したいから友達なんだっていうね、セリフもあったかと思いますけども、まあ本当にね、熱くなる、心が熱くなる展開が多かったかなと思いますので、まああとは王がね、まあ逃げることをやめましたから、まあ立ち向かっていってどうなるのかっていうね、あと2話だと思うんですけども、まあ楽しんでいきたいなと思ってる次第でございます。次、5つ目、アンデッドガール・マーダー・ファルス11話ということで、まあ今回新しい謎が追加されまして、まあ今まではね、ずっと人間の村で起こっている事件をね、解決しようみたいな感じでやってたんですけど、この人間の村で起こっている事件と全く同じような内容の事件が、人狼の村でも起こっているっていうね、これ絶対つながりがあるんで、まあ次回非常に楽しみだなと思ってる次第でございますけども、まあ今回ですね、めちゃくちゃ頑張ってたのって雫だと思うんですよ。だからまあ目立ってたのは雫だなっていうところがあってですね、まあ面白いなと思ったのは2点あるんですけど、1点目がですね、今回雫がですね、なんか塔の上みたいな、木の塔の上に登らさせられましてですね、尋問を受けるみたいなシーンがあったかと思うんですね。で、あの時に、なんか鳥かごがね、バコーンって落ちてきて、その雫が囚われるみたいな描写があったかと思うんですけども、あれっていうのは、もう雫っていうのは、林道に、まあ囚われてるまでは言わないですけども、まあ林道がいないと何もできねえよな、みたいな、そこを表していたんじゃないかなって思うんですよね。今回もずーっと雫って、あや様なら、あや様なら、みたいな。まあ、最後のシーンも、あや様なら、みたいな。ずーっと、あや様、あや様、あや様なんです。もう、あや様がいないと、もう私ダメなんです、みたいな感じでずーっとやってたんで、まあ、囚われるっていうところは、まあ、あや様に囚われているよねっていう見せ方だったのかなって思うんですよ。でも、そんな雫って、今回自分で推理したんですよね。こうなんじゃないか、なんじゃないか、みたいな。銃声ね、2発聞こえたけど、1発しかねーとか、なんかその機能、ここがどうのこうの、みたいな。なんかいろんなね、推理をしていたかと思うんですけど、これがまた面白いなってところで、まあ、私面白いなと思った理由2点あるんですけど、1点目は、その、あやに囚われている、その雫が一人で頑張ってるっていうね。いやまあ、巣立ちじゃないですけども、まあ一人でも頑張れるんだっていうところを、まあ雫が見せているっていうのは、まあそこはまあ成長っていうところもあると思うので、どういう風に一皮向けていくのかっていうのは、楽しみだなって思いますし、もう一点面白いなっていうものは、雫
の推理って我々視聴者目線の推理と同じやと思うんですよね。我々でもおそらく見てれば気づけるような内容に雫って気づいていく。あいつ別に推理するわけじゃないからね、普段から林道が推理してるの横で見ていて、まあそれでちょっとやってみてるみたいな感じだと思うので、割と視聴者目線を雫でやってると思うんですよね。で、まあ、あーだこうだ言ってましたけど、最終的に雫が何言ったかっていうと、わからんって言ったんですよ。わかりませんって言って、でも、あや様ならみたいな感じで終わっていたかと思うんですけども、我々もやっぱわかんないのよ。全くわからん。私はわかってない。皆さんはわかってるかもわからんけれども、私は本当に雫レベルの推理しかできないの。銃声2発やのになんでやろうなとか、あと、まあ、今回襲われてるのって、その儀式の前の女の子だと思うんですね。そこも多分雫ってそこも気づいてるっていうのもあるし、まあ今回なんかババア出てきたじゃないですか、あの人狼村の長みたいな。ババアのぶら下げてるやつだけなんか違うんですよね、ネックレスみたいなものが。そこもなんか雫気づいてましたけども、まあそういうの気づけるのよ。気づけるけどそこが繋がんないのよ、雫とか我々視聴者目線だと気づかない。じゃあここにおそらく来週ね、リンド来ますから、リンドが来た時にどういう風に解決してくれるのか、視聴者目線で今回事件を見たことによってよりリンドの凄さが分かると思うし、よりびっくりするというか、その衝撃が上がると思うから、まあ、今回雫に推理をさせたっていうのは非常に良かったんじゃないかなと思った次第でございました。そしてね、最後に言いたいのはね、めちゃくちゃセンスありやんって、まあ、アンデッドガールマーダーファルスは毎回毎回センスがあるね、言葉のオンパレードなんですけど、まあ、先ほども言いましたけど、今回雫ってなんか尋問を受けてたんですよね。でそのババアがね尋問していて、まあ、雫が答えると。でそこの正しい正しくないっていうのはババアが決めるっていうね、めちゃくちゃ理不尽なね尋問だったんですけど、人狼ってめちゃくちゃ耳いいんですよね。なんですけども、ババアがその雫の言葉に対して聞く耳を持たないっていうところもね、まあ非常にセンスがあって好きだなと思った次第でございました。ってことで以上で終わりたいなと思います。ぜひ皆さんの感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめ動画どっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただきます。幸いです。800人だった時計で